新2、3年生でのダンスではありましたが、昨年度卒業された3年生の先輩方も驚いてしまうクオリティだったのではないでしょうか。八王子くんもびっくりしちゃいますよね。3年生が卒業されてから何度か本番で、このセキュリティポリスをやってきましたが、そのやっていくにつれダンスもどんどんこうかっこよくなっていって、もうかっこいいなと私も思ってしまうぐらいのクオリティに上がってきているのではないでしょうか。さて、時が経つのも早いもので、次で最後の曲となってしまいました。最後にお送りいたしますのは八王子メドレーです。この曲は僕らの八王子と太陽踊りという八王子市民なら誰でも知っている八王子を代表する2曲と、私たちのお箱カッポレネメタをメドレーにした作品となっています。今日は八王子ではなく銀座での本番ということで、銀座にお住まいの方々もたくさんいらっしゃると思います。この曲ではぜひそんな皆さんにも参加していただきたい部分があります。曲の中にいくつか掛け声がありますので、その練習をしましょう。一つ目は僕らの八王子からイエーイです。パネルに合わせて一緒に行ってみましょう。皆さん元気よくお願いしますね。いきますよ。3、2、1、イエーイ。その調子です。2つ目も同じく僕らの八王子よりプーです。いきます。3、2、1、プー。いい感じです。最後に太陽踊りからはです。それでは行ってみましょう。3、2、1、はありがとうございます。曲中で私たちが合図を出しますので、この調子でどうぞご一緒にお願いします。本日は私の拙い司会にお付き合いいただき誠にありがとうございました。最後は皆さんも一緒に今日共に音楽を楽しんだ絆を胸に大いに盛り上がりましょう。それでは我らが歌のお兄さん、ツッチーよろしく。 OK。それでは皆さんも掛け声で一緒に盛り上がりましょう。そして最後まで絆のあるコンサートにしていきましょう。僕らの八王子、行ってみよう。
銀座柳祭り実行副委員長田島道人よりご挨拶。